みなさんこんにちは。俺たちのチャンネルの内藤と申します。本日もよろしくお願いします。謙虚だ、腰が低い。しめてます。はい、私ライザップが追って15キロ痩せたわけなんですけど、はい、それからね結構食べてます。ただまだ手をつけてないと思います。はい、はい、それ何かというと白ご飯の上にツナマヨ、一番の大好物取ってあります。庶民派ですね。もう一番やっぱそれが好き。前回マックやったからね。マックで減量後めちゃくちゃ食べるってやつやつ。そうそうそう。でまあその後もいろいろ食べたけど、やっぱ塩飯でツナマヨっていうのはもう大好物、一番の大好物だから取っといたんですよ、うん、はい。なので今日は、はい、塩飯を死ぬほど食べたいと思います。およく考えたらもう一番シンプルな企画だよね。そうだね。塩飯1キロです、はい、おお、湯気を隠してる。まあ一人で食べるのは相当な量だね、うん、まあ、食べきれはしないと思うけど、いつも2人で1キロとかで、ね、まあまあお腹が空いて1キロだと、まあ爆食いする高校生とかが食べるぐらいだね。まあそうだね、高校生超食べれちゃったらいけるんですよ。おかずをね1万円分買ってきました。おお、このおかず並べていいですか。いいですよ、結構あるんで机の上に一気にパン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 と紹介してくださいよ。ラトウ、スンドゥブチゲ、ブレスケア、ニンニクだから、カリー、シューマイ、唐揚げ、ツナマヨ。あ、じゃあシメジャガもこっち交互に紹介してます。いやいやいや、なんでなんでなんで。マスオ、サザエさん。いやー、複雑な言い方。イクラちゃんね。キャンジャ、大学芋、お肉、ウニ、タルタルソース、牛カルビマヨネーズ、ガーナ、卵、刻みニンニク、シーチキン、本マグロ、うわ、リンゴジュース。ニンニク気にしすぎてんだよな。そして、うなぎ。やばい。以上、1万円分です。絶対うまいじゃん。もう全部ご飯に合うやつ。これでご飯1キロ、もう満足いくまでやりたいと思います。はい、オルタナチャンネル。大声で言ってる。盛りました。はい、目いっぱい盛って、これで半分ぐらい。だらやっぱね、相当な量あるね。うん、じゃあ一口でいっちゃってください。一口は無理。脱がないの。いやいや、ちょっと下半身は、下半身の方、はい、そっち需要ある。いや、今日はもう着てやります。はい、でなるべく綺麗に食べます。いつも俺食べ方汚いって言われるんで。いただきます。はい。ジブジャマも食う。いや、俺はそんな白飯食べられる身分じゃないんだ。どんな人の身分なのそれ。はい、いただきます。はい、いただきます。なんだそれ。アイドルみたいな。なんでいただきます、薄いんだよ。こんだけ張り切っといて。ちょっと緊張してんだよ。緊張するな。はい、イクラの宝石箱や。そう、どういうことだよ。例えろ。はい、はい、見てください。いきます。うん、ヤミー。なんだそれ、うまい。マジで、いや、イクラ超うまい。イクラうまいよ。そうね、ちょっと俺これいってみていい。おー、なにこれ。ツナマヨ乗っけるふりかけって書いてある。もうツナマヨになってんだね、それは。ちょっとこれいってみる。うん、普通のやつで。そう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 、でご飯に乗っける。だからおむすびとかね、うん、本当にご飯に乗っけるようなんだこれ。そうだね。ちょ、いただきます。ツナマヨ評論家としては自称ね。うん、いただきます。あのコンビニの和風ツナマヨのツナマヨ、確かに甘めの感じ。コンビニおにぎりね。うん、ちょっと甘めです。甘めね。うん、うん、でも美味しいわこれ。うん、ただ俺の食事品。本当だよ。でも世界一うまそうに食うから俺は。いや、それ重要だよ。うん、ちょっとこれいっていい。納豆うまいね。え、ちょっと作ってあげるわ。嬉しい。嬉しいか。嬉しいよ。うまっ。納豆ってなんでうまいんだろうね。まずいのに。そう、まずいんだよ。まずいんだよ。冷静に考えたらまずいよ、これは。だって、世界中の人がまずいって言ってんだから。おかしいんだよ、俺たちは。日本人の方がおかしいんだよ。いや、食え。ん？いくらしか食ってない。じゃあ、もういくらなくなっちゃったんで。はい、こちらいきます。ウニ。ウニ2つ買ってるもんな。あ、だからウニも本当に久々食べんの。マジで、うん、あれこれだ、もう痛風になるぞこれ。見てこの黄金のウニ、これ書き込みます。くちゃくちゃだけ気をつけて。そう、一番気をつけないといけない。くちゃらだから。やかましいわ。それじゃあ黄金に輝くウニいただきます。うわ、すごい、うまっ。うまいんだよこのウニ。うまっ、このウニうまいんだよ。なんて。超濃厚で、ちょっと贅沢で、これ1個買ってもうその時に食い尽くすっていう、うん、家でやる贅沢やってるから俺。いいとこで食べるウニと同じぐらいのレベルね。絶対うまいよ。めっちゃ買ってるな。ただ言うてまだそれ1杯目か。1杯目
ちょっとずつ食べてる。うん、マジで幸せ。コンビニ行った時に泣きそうになっちゃって。泣くな。もうコンビニあるもの何食べてもいいんだって思ったら、ほんで気分高揚しちゃってハイになっちゃって。一番幸せな人やん。そう、何見ても幸せなの。え、これも食べていいんですかみたいな、うん、めっちゃ納豆好きや。だからね、それで食べ物のありがたみがね、分かった。いやでもいいことだよ。うん、ね、本当に麻痺してくるから。そう、当たり前と思ったことがこんだけ幸せで美味しいものに囲まれてるんだよ。すごいな、見てください、この刺し、指原莉乃。やめろ。お疲れ様でした。うまそう。ゲップがもうすごい。なんで見つめてる時間あるんだよ。ちょっと切っていい、これ。いや、もうかぶりついちゃうよ。そんなお下品なことできない。なんでだよ。いやでもかぶりついた方が美味しそうに見えますよ。本当ですか。じゃあこれ醤油垂らしてこのままいってみるか。うん、物体だから。物体だからってどういうこと。ステーキですよこれ。まさに、まさに、まさに。じゃあこれで、はい、縦にこういきます。うわ、顔隠した。脳天に来た。全然よ、1キロ余裕じゃね。もう行ったね。しかもまだツナマヨ食べてないし。全然まだお腹半分もいってないでしょ。まだいける。一杯目食べられました。はい、綺麗に食べました。さあ、じゃあ2杯目終わりたいと思います。2杯目で終わるか。あ、もう全然楽勝に。俺もちょっと食べてるから、うん、だから 0.8kg ぐらいかな。あ、もうあと1杯でもう普通に美味しく食べれるよ。全然いけるよ。全然いけるわ。これいくわ、唐揚げ。はい、これうまそう。あ、見て、ジャニーズアイドル。違うだろ、なんだこれ。なんだこの。ちょっと待ってよ、目なんか怖くないか。ヒアルロン酸入れてます、2人とも。俺インスタにあげたらさ、うん、ナダルさんですかってめっちゃ来たんだけど。本当に顔パンパンやん、お互いもう。あとこれも忘れてました、僕たち、はい、明治大学の新聞に載りました。お、渋谷ジャパンです。ちょっと似てるな。森下くんですね、はい、で、この中の時ですね、うん、ジャパンですね。違うだろう。はい、こちらです。ダダン。朗報、勉強はどこでもできる、好きを力に。このパソコン一つ強いな、俺の。水曜どうでしょう、ステッカーだらけで。こっちの 目いっちゃうよ。あの、明治大学の卒業式にヤマピが来たらしいんだよ。うん、だいずれか俺たちも行く気が。無理だろ。無理なんだよ。無理な。よし、じゃあこれで完成を待ちましょう。はい、オルタナチャンネル。プルプル、絶対うまいじゃん。はい、うーん、なんで俺が食うんだよ。はい、うーん、甘だれの唐揚げうまいからね。ご飯が噛んでいきます。好きだね、そういうの。酒のつまみみたいな好きだな。あ、最近あのライザップ終わって食べたもので感動したものっていい、うん、ジ・アレのタピオカ。あー、飲みました。うまいっしょ。めちゃめちゃうまかった。あれはね、混む意味わかった。うん、超行列だった。あの行列におじさん一人になるのはきつかった。きついだろ。うまい。もう食っちゃうじゃん。うん、普通に美味しく食べた方が。うん、鈴木さん元気かな。鈴木さん泣いてるよ。あの、だけどこれ言わせてください。はい、これ食べてるのに理由があるんですよ、うん、僕もう一回バリカップしようと思って。え、自己流だけどまた増量して絞って筋肉増やしていこうかなと思った、うん、だからもう今はもうめっちゃ食べて体重多分70キロぐらいまでもう一回やろうかな。なるほど。そうなので、これはもうただただリバウンドしてるだけじゃないんですよ。ちゃんと次に向けて食べて増量中なんです。っていう言い訳。いやでも内藤はガリガリの方がいいけどな。本当に、うん、筋肉キャラじゃないよ。本当に、筋肉あった方がやっぱかっこいいってなるのかなと思った。まあそうか、うん、確かにコメントとか見ても、うん、やっぱ筋肉ある方が評判いいなと思って。最後、おついにいきます。シーチキンマヨネーズ。シーチキンマヨ、はい、マヨネーズたっぷり入れます。犯罪です、これは。犯罪、はい、犯罪。なんでその犯罪の言い方。犯罪です。犯罪みたいに言うな。あと醤油を垂らして、で、これいきましょう。刻みニンニク好きだな。これは本当にね、俺が流行らしたと言っても過言ではない。流行ってんのかそれ。ニンニクって何とかし匂い出ないニンニクとかないかな。確かに、それだったらさ、もう安心して食べれるじゃん。はい、たっぷり入れますよ。うわー、これは犯罪だわ。これですよ、これ。それは犯罪だわ。さあ、いきます。はい、3ヶ月ぶり。
なんだそれ。古畑です。わかってるよ。伝わんないんだろうな。伝わんないよ。うまっ。もう一瞬やん。確かそれだけでご飯1キロいけたんじゃない。それぐらい飲んださ、これ。最後一口。はい。いきます。完食。ちょっと、おい。完食の時もなんか出なかったか、一つ。なんか、